こんにちは。10月17日水曜日です。だいぶ涼しくなってきましたね。いよいよ秋本番といった感じです。嬉野山内のエリア内の情報をお届けするエリアナビ。それでは早速速報ジモネタのコーナーです。視覚や聴覚に障害がある人のパートナーである盲導犬への理解を深めてもらおうと、14日嬉野市公会堂で盲導犬フェスタが行われました。今年で4回目を迎えたこの催しは、一人でも多くの人に盲導犬への理解を深めてもらおうと盲導犬育成支援の会が開いたもので、県内外からおよそ450人が集まりました。パネルディスカッションでは、盲導犬の助けを借りている障害者が盲導犬と過ごしやすい生活を送るための要望や意見が出されていました。その他に佐賀清和高校の生徒などが、盲導犬と生活している障害者が飲食店やタクシーに断られるなど生活の中で困っていることについて劇で演じ、出席者の共感を呼んでいました。また健常者が実際目隠しをして盲導犬と歩いてみる試みも行われ、盲導犬の大切さを再認識している様子でした。この日は第1回目のフェスタから呼びかけられているアロマ基金で育成した盲導犬が誕生し、その対応式も合わせて行われました。続いてのニュースです。先日15